それから、そうなわけで、あ、今そうだな、こういう状況に固定して考えよう。 Z 軸が変直上向きで、地表がゼロみたいな状況で考えよう。で、空気抵抗の力の向きっていうのは、まあ、DZDT と逆なわけね。知るほどこの DZDT カッコ T がたくさん出てきて、なんか僕手が疲れるので、あんまりなるべく略さないようにしてるんだけど、今日だけのローカルの焼きで、Z プライムと焼きこの接点で、これは今までとまあ変わらないわけですけど、大きさがいろんなのがあり得るようにしようと。で、今までだったら大きさはこれに比例だったわけで、つまり今までだったらこれに比例だったわけ。いいかな、これ絶対値ね。つまり下に向いてるときはこの値がマイナスなんだけど、大きさだから絶対値をつけて何乗かにしてるわけね。で、だけど今日やろうと思ってるのはこれの N 乗に比例するみたいな係数をやりたいわけで、前回靴テストで気合を入れて準備した人は、僕が一番直前にこの授業を学校した2003年の秋の口テストの問題とかを見て用意してきてくれたわけですけど、そこにはこの4乗に比例するっていうのが出てて、なんかそれを気にした人がいたようなんですけど、それをまさに今日やりますんで。でもその時のやり方は今回と違うので、2003年に取ってた人は今もういないかもしれないんだけど、違うやり方でやってみます。で、知ってますよね、この科目って取らないと4年生に上がれないから、そういう人はあんまりいないわけなんですけど、でね、この2つをどう表現するかなんだよね。今まではこの2つを合わせてこうすればいいとか言ってたんだよね。空気抵抗の力はこうだ。で、ここには必ずマイナスがつくんだけど、なんでマイナスかっていうと、速度と逆方向だっていうマイナスが一発つくからといって、まあ、納得した人も納得しなかった人もいると思うんですけども、今日はこれを含むもっと広い範囲の話をするので、もしかしたら今日初めてハッピーになれる人もいるかもしれない。で、この2つをどう表現するかなんですけども、まずこっちはよくって、大きさは、まあ、比例定数をベータとかって置くと、ベータかける Z プライムの N 乗っていう形で大きさをかけるわけです。で、ところで向きなんだけど、向きっていうのは結局、上向きだったらプラスで、下向きだったらマイナスの力なわけよ。それが判定できるようにしたいんだけど、これプラス1マイナス1ということにしよう。そうするとね、もう答えを言った方がいいかもしれないんだけど、これはこうやったら表現できるんだよ。ちょっと僕これ大学1年で初めに聞いた時は少し気分が悪かったんだけど、こうしたらいい。ちょっとみんなこの式よく見てみてよ。まあ、ちなみに去年取った人は多分こういう言い方はしてなくって、昨日の午後6時頃こういった方が分かりいいかもと思ってちょっと全部書き換えたので初めて聞くと思うんですけど、上向きをプラス1、下向きをマイナス1というふうに向きを呼ぶとするじゃん。そうするとね、摩擦力の空気抵抗の向きはこれで書ける。まずね、これってこの式ってね、プラス1かマイナス1になると思わない？だって Z プラスがもし正だったらこの値分の考え方だからマイナス1になるでしょ。この値がマイナスだったらこれとこれが大きさは同じでいい符号だからこれとキャンセルしてプラスでしょ。というわけでこれはプラス1かマイナス1のどっちかしか取らないわけね。まあ0だとちょっと
もしくはまずいことがいろいろですけど、あの Z プライムゼロですね。こういうやつってなんか飯田先生にちょっと聞かなかったかな。いやちょっとあんまり望みはないかなと思いながらちょっと聞いてみたんですけど、あの単位ベクトルとかのところで話してたの。単位ベクトルって言葉は出てきた。あのね、まあちょっと余談なんですけど、この形っていうのは A っていうベクトルがあったときに A の向きの単位ベクトル、A÷A の絶対値でかける。あ、まず単位ベクトルって言葉の意味でいいかな。単位ベクトルは長さ1のベクトル、ね、で、まあ、例えばこっち方、なんか知らない、こっち方にこう長いベクトルがあるんだけど、この長さが3なんだけど、これが A だとしたら、この向きの単位ベクトルっていうのはこの長さが1であるような同じ向きのベクトルのことなわけよ。で、それは必ずこういう風にしてやったら作れる。まあ、U とかやるけども。なんだって、これまずさ、A の定数倍だからさ、A と同じ向きだよね。正の定数倍だから。だから、こっち向きだってことは保証されるわけ。で、これの長さが1だっていうのが分かるかっていうと分かるわけ。例えば、ここにこう全体に絶対値つけると、A の絶対値分の A の絶対値になるから1。あるいはこの、まあ、いろんな言い方があるんだけど、この A っていうベクトルを自分自身の長さで割ってるから、割った後は長さ1になってますから、ある長さのものがあって、その長さで割ったら結果は1でしょとか、こう。というわけで、それとちょうど同じ考え方なのよ。今さ、こう Z 軸こっちしかないから、こうベクトル Z プライムっていうベクトルがこっち向きかこっち向きしかないんだけど、こう自分自身の絶対値で割っていくことによって大きさ1になるということが保証されるわけで、向きだけは、符号だけはこれの符号が残ってて、それと逆符号だからプラスマイナス1で、この2つの要素を使って F イコールこう書いたらいい。ベータ、この2つをかけといてやればいいんだよ。かけるマイナス Z プライム分の Z プライム、これが L 上の摩擦力の時の空気抵抗の時いつでも正しいし、なんでこれ2つかけるだけでいいかなんだけど、これね、2人の人がさ来て、まあ席になったんだけど、お互い相手の邪魔してないわけ。つまりこっちはさ、プラス1かマイナス1かが気になるわっていうか、その向きを決めてるんだけど、こっちはいつでも正でしょ、この人はいつでも正だから、こっちがマイナスの向き向いてよって言ってたのに、ここの符号が変わってさ、またプラスになったりはしないわけ。符号はこっちだけから。それからこっちは大きさ1なわけだから、こっちの大きさの方の方で、これが100とか出てきてるのに、ここが2分の1にしてよとか言い出したりはしない。大きさは必ず1かマイナス1だから、まあマイナス1っていう可能性があるね。そしたら向きが反対になってマイナス1になるんだけど、というわけで、こういう摩擦空気抵抗の力を考えたかったら、大きさがこれで向きがこれっていう、この2つの方をかけてやることでいつでもいけるわけ。最初ちょっと納得いかないかも。大きさの方はまあ割に納得いくよね。正のやつの L 乗の方が。で、こっちを考えると、だってさ、そうじゃん。それをやろうと思ってたのか。だってこれさ、Z プライムが正か負かによって、この今考えてる Z プライムは Z プライムの、あ、ここノートしなくていいからこんなところに書いてるわけですけど、これの関係を考えると、ここがプラスだからこれマイナスになるんですよ。だからここがマイナス、これが負だったら負かける負で正になるから、これプラス1になるんですよ。というわけで、下に向けるときだったら上向きの力が働き、上向いてるときなら下向きの力が働く。
ね、プラス1かマイナス1かっていうのが今大きさの情報はなくて、向きの情報だけ取り出したいわけじゃない。だから、これ便利な作りになってるわけよ。まあ、これ一旦納得したら覚えればいいと思うけどね。絶対自分の自分にすると向きだけが取り出せるっていうことで、それにマイナスをつけるときは向きになる。でそれって別に僕が言い出したことじゃなくて、飯田先生がこう言っていた単位ベクトルと同じ考え方だっていうことなんです。じゃあ実際に例えばこんなかちょっと聞いたの、大きさは1じゃん。大きさっていうのはマイナス1、大きさって絶対1。あ、ごめん、今の質問は何かっていうと、大きさ1っていうことけど、時々ね、この人がマイク持ってないこと僕忘れるんですけど、今の質問は、この線のところってマイナス1のこともあるのに、今1って書いてあるっていうんだけど、僕の場合は大きさっていうのは絶対1っていうか、ベクトルで言ったら絶対1だし、数で言ったらやっぱり絶対1のことっていう意味なんですね。で、ここで言う、向きって言ってるのがプラスマイナス1。で、じゃあ今までのみんながその先週頑張って理解してくれた、比例するの場合がこれからちゃんと出るかどうかをやってみて、じゃあこれが納得したとして1乗に比例の場合ね、1乗に比例の場合は要するに n イコール1と受けっていうことですね。だから F イコール、まあベータと K でなんかちょっと名前が違うんですけれども、Z プライムの1乗の Z プライム分の Z プライムからのマイナスだから、要するにマイナスベータ Z プライムとなる。というわけで、前回言ってた通りの式が確かに出てくるんです。だからもし今日初めて納得した人がいたとしたら、前回の1乗の方も納得しなきゃいけないのか。ちなみにこうまあ余談なんですけど、 dz/dt って僕が書いてるものは世の中的にはさ、 z プライムと書いたりさ、上に行こうって打って Z ドットと書いたりされることがあるので、もしかしたら本みたいなこういうふうに言ってます。で、僕なるべくいろんな記号を使うのは良くないなと思って書くの大変だけど、これでずっと行こうと思ってたんだけど、昨日もノート作っててちょっと気力が足りなくなったっていうか、1ページに何個書いたか分かんないので、今日はちょっとそのなんだっけ、その掟を破ってこれを使ってるんですけど、来週からはまたこれに戻ります。全く同じもの、これは Z の時間ビュー、あそこに書いた。というわけで n イコール1ならこれでいいわけ。じゃあ今日初めて出てきた2乗に比例する場合、1種類しかないのに1乗なのか2乗なのかはっきりしろっていう感じがするわけですけど、それはまあいくつか言い訳があるわけね。例えば湿気が多かったら2乗に近くなるとかね、まあそれはいい加減ですけど、いや本当真面目なのよ。空気って言っても例えば温度とかさ、湿気とか圧力とかさ、あるいはその飛んでるところが飛行機なのかパラシュートなのかによって空気抵抗の大きさ違うわけじゃん、その速度への依存性がね。というわけで本当の、例えばこれを落とした時のこの空気抵抗が1乗か2乗かって言われると、それはちょっと答えられなくて、1乗の項プラス2乗の項プラス3乗の項プラス点点点たくさんありだと思うんだよね。なんだけど全部ありますって言うと大変だから、今これだけだとするとどうなるかなとか、そういうノリでやってるわけっていうのと、まあこれがちょっと数学的にみんなが将来使うことに役立つから、その問題でやってみようっていう気持ちなんです。ちょっとそこは本当にリアリスティックじゃないんですけど許してねっていう感じで、じゃあ2乗に比例する場合、まあ、これ1、2とかかと、この時はねどうなるかっていうと、こうなるから、これ約分すると1個残ってマイナス 0.1
ゼータ、Z プライム、Z プライム、Z アイツとかなるわけ。いいかな、これ何を書いてあるか、こう書けばあるんだ、これ。だから、いいですかね、もう皆さんにはその冬の淵テストのシーンが目に浮かんでますよね。二乗に比例する空気抵抗がなんたらかんたら運動方程式を書けって言ったら、つまりこういうのを書けっていうことなわけですね、きっとね。で、さらにそれを解けとか言われるかもしれないわけですね。解けっていうのはまあ Z を求めろっていうことなわけだけど、でね、その時にもうちょっと先走るんですけども、その時にできないよね、これ変数分離系だとしてもさ、絶対値が入ってる関数の積分とか知らないじゃんねっていうか、普通積分できないのよ。だから書いたはいいけど解けなくて困るわけで、そういう場合の上等手段は何かっていうと場合分けだよね。正の積分の時に分ける、絶対値が出てきたら場合分けと思ってるじゃん。だから今度もそれが適用するわけだから、これは2つの場合があって、Z プライムが正の時、Z プライムが負の時、つまりこれは運動で言ったら上に運動してる時、下に運動してる時になってるけど、この時に応じて、もし正だったらこれ素直に外れるから、データ Z プライム2乗となるわけ。もし下に動いてる時だったら、ここがマイナスだから、プラスベータ Z プライム2乗となるわけ。こういう場合分けのついた、なんか、運動方程式みたいになっちゃうわけ。仕方ないけど、仕方ないので。これ納得しますかね。これはなぜかというと、Z が負の時は、Z の絶対値っていうのはマイナス Z プライム。マイナス2の絶対値っていうのはマイナス2にもう一発マイナスかけたもんじゃん。だからその中身が負だったらこういうのが成立するわけ。だからここの絶対値を外した時にはマイナスが1個発生するので、それとこれがあの同士あのなんだっけあのかけてプラスになる、こうなる。どうすかね、そんな喋りで。もうちょっと気になる量としては。とりあえず、スルスル。でね、はっきり言えなかったんだけど、今この場合分けとかね、ここがマイナスとかプラスとかっていう話は、座標軸の上下とは何の関係もないですから、座標軸上向き下向き、どっちでも、この、紙の内容は正しいです。じゃあ、ちょっと予定と違う、なんか自分の的な計画と違うんだけど、三乗に比例する場合もくどいけどやってみようかな。三イコール。三乗は実は演習問題入ってんだよね。まあもうこれはこう書くじゃん。だからマイナスベータ Z プライム2乗 Z プライム、また場合分けがいるよね。というかまあ1乗の時が特別だったわけね。その他の時は絶対値何乗が残るからさ、場合分けしてやるしかないかなと思うんだけど、ここで皆さんの中には偶数が好きな人と奇数が好きな人がいると思うんですけど、奇数が好きな人にとって朗報。奇数乗の時にはここってさ、二乗しちゃったらさ、 Z プライムのただの二乗と同じじゃん。そうだよね、絶対値二乗ってそのままの二乗と同じだよね。だからこの時は場合分けいらなくて、マイナスベータ Z
Z プライム参上となっておしまいなんです。実は一般に N 奇数の時はそう、こうっていうのは倍額いらなくなる。全部いろんなこと言いましたね。ですけど今回みんなが本当に理解して覚えてくれればいいのは、これだけです。これだけあってあと数学的に楽しいことができれば全部いけるはず。この式とこの式の前半が大きさを決めてて、後半が向きを決めてる。そのことが分かってくれればもうどんなのが来ても大丈夫です。ちなみに去年もやってた人、この言い方より去年の方がいいとか何かあったらちょっと感想に書いてみてください。これどのくらい分かりいいのかちょっと僕はあんまり自信がないのをやってるんですけど、僕としてはほらすごい分かり、
の時刻の話。だからありがちなのは、ある時刻の値が何とかですか、ある時刻の速度が何とかですかっていうようなものが、まあ、初期条件のありがちな形ですね。で、今そういう区別を見て、これのどこが運動方程式でどこが初期条件かっていうのを考えると、まあ、僕の文の書き方からみんな推測できてしまうと思うんだけど、後半の時刻 t イコール0に落としたとかっていうのは人間が決めたことだから初期条件。それに対して空気抵抗がありますとか重力がありますとかっていうのは最初から決まってるから運動方程式。だからこの部分が初期条件に、して書かなきゃいけないんだけど、まず時刻 t イコール0に高さ h の木からっていうところは zz0 イコール h っていうところね。 t イコール0に手を離したっていうところがなんか日本語的には大事なように思えるけど、 t イコール0のその瞬間まではそこにいたっていうことでさ、でワープとかしないわけよリンゴは。 t イコール0の直前までいたっていうことは t イコール0にはそこにいたっていうこと。だから t イコール0に手を離したに落としたっていうのは t イコール0にはそこにいたっていう。それから時刻 t イコール0静かに落とした、静かに落としたっていうのはちょっと業界用語なんですけど、つまり落とすときにこうやって落としたっていうことを言ってるんですよ。あのこういうことじゃないっていうことね。とかあのいいですね、それを式で表現すると dzdt イコール0で瞬間的な速度は0です。だからこうなるで、あと運動、まあ、初期条件の話はここまでだっけ、ね、ここ初期条件で、あと運動はって聞かれてるんだけど、これは zt はっていう質問だよね。ここからあと運動方程式の情報を書きたいんだけど、
こういう場合分けの運動方程式になっちゃうわけよ。ここのをコピーしてくるだけなんですけど、 Z プライムイコール DZDT だから、ここのをコピーしてくるだけなんだけど、こうなんですよ。本筋の話じゃないんだけど、こう書くとイコール0の時どうしてくれんのと思うわけだけど、イコール0の時はこっちもこっちも0だから、別にどっちでも正しいわけだ。だからこれどっちにもこう入れといて大丈夫。で、ところがね、ここからがちょっと物理なので語るのに困るんですけれども、この問題っていうのはさっき言ったように、ここからこう静かに落としたわけで、みんなはここから常識で判断してほしいんだけど、物があってここで静かに手を離したら、この後どういう運動をするかは気になるわけなんだけど、いつでも下向きに動き続けるっていうことに納得します？空気抵抗と重力があるときにさ、こう行ってってあるときこう上がってきたりするっていうことってないでしょ。つまりなんていうのかな、重力はいつでも下に持っていこうとするし、空気抵抗の力は遅くしようとはするけど、反対向きにするところまでは効かないわけだ。だからこの運動の間中、このちょっと喋る順序を間違えたけど、前に続けると、この運動っていうのは手を離してからその後のことだけど、だから t が0以上の運動ではいつでも dzdt は負なわけ。あれ、ちょっと待って、おかしいか。いいね、負なわけ。ちょっとここに物理的考察が入ってる。まあこの方程式を真剣に見ると、まあそれも分かるんだけど、多分物理的に動くかもしれなくて、ということは場合分けがあるように見えるんだけど、実は今はこっちは考えなくていいのよ。というわけでこれを解けばいいっていう話。あるいはそのもうちょっと分かりやすい場合もあるかも。物体が落下しているとかって書いてあったら、DZDT がいつでも負だっていうことだから、こっちだけ残せ。それからもう一個言うと、ここの符号、これは軸と無関係。空気抵抗の力を考えるときには、まあいいかな、こうなる。というわけで、こういう方程式が。じゃあこれを解いてみよう。テストのアンケートにさ、予想した問題が出ましたかっていう、まあ、アンケートがあったんですけれども、まあ、僕の方としても回答の多くは予想したものでしたかっていうアンケートが僕に対してはあるわけで、なんかすごい予想しなかった回答ので、こういう運動方程式があったら、まず最初の一手として V イコール DZDT と置けということを、まあ僕は言ってたんですけれども、1回ずつやりたいから、 V をやったんだけど、結構まず両辺を t で積分してってやる人が結構いるんだよね。で、プチテストの問題の時は実はそれは間違えてなくて、それでやってってもできるんだけど、ので僕はそれにちゃんと点を上げてるんですけれども、この問題例えば見てみるよね。今こっちで計画を取ってて、これちょっとこう書こう。この式さ、いきなり t で積分できる？できないですよ。こっちはさ、t で積分すると微分が1回減って dzdt になるからいいんだけど、こっちはさ、微分が2乗の中に入ってるからね。これを積分すると、この2乗の中が1回上がっ
一回減ったりはしないわけよ。いいかな、一番外に微分記号があるから一回積分するとそれを外せるわけだけど、これは2乗の中に微分記号が入ってるからそれを外すなんてことはできないわけよ。だから僕はこう運動方程式が来た時にいきなり t で1回積分する、つまり縁ですとかは別に点を与えてますけど、それはやめた方がいい癖だからやめましょう。似たようなことに見えるけどこう置いてやる。つまりあのごめん、あのこうでやる、なんですか、いきなり積分してできる場合はいつでも、あのこれの方ができるケースが広いから方法を一個だけ知るならこっちでやった方がいい。では VT イコール DZDT と置くと、まあ、DVDT だってね、 M で割るからマイナス G、今プラスになったからプラス、なんかちょっとこの予想と違うんだけど、いいよいいよ、 M 分のベータ VT の2乗こうなるわけ。これを解けばいい、変数の2計算ね。3回ぐらい変数分離系の話ばっかりしてるから世の中の微分方程式は変数分離系しかないのかなとみんな思うかもしれないけど、実は変数分離系っていうのはなんていうのかな、もうその、天然記念物みたいなもんですごい綺麗だけど少しちょっとしかないのよ。で数理の先生の3分の1ぐらいは変数分離系じゃない微分方程式をどうやって解くかみたいなことを研究してるのよ。まあ僕はちょっと違うんだけどね。なのでだけどだからその前段階はこれで、これを、まあ、これは全体の三角だと思ってもいいんだけど、まあ、こういうふうにくくってみよう。で、ここを三角、ここを丸と思うことにしよう。これ、どっちでやってもいいのよ。どっちかでやったらおかしな答えになるってことはありえないです。なんか、なんていうのかな、正しいことをやってる限りは正しい答えしか出ないわけで、どっちでもいい。じゃあこれなんだけど、これちょっと大変だからここをアルファ2乗と置くことにしよう。そうすると DVV2乗-α2乗分の1DV イコール M 分のデータ DT となりますね。右辺は簡単だから左辺だけがまあ問題ですね。こういう時は、まあ、ちょっとゼロからは思いつかないんだけど、
数分解でやる。遠心分解出てきましたね。分数分解っていうのは何だったかというと、あそこは v 引く a アルファかける v 足すアルファだから、これがなんかラッキーにもこうかけたとしろっていうわけ。ちょっとノートに合わせるね。このまま行くといいかな。と、トーク。だってこれズームしたらさ、分母こうなるから、なんかこうなるチャンスありそうに見えるじゃん。するとだって実際これは、V 二乗引く α 二乗分のズームするから、A たす BV。足す α a 引くどうだろう。そうするとね、これっていうのはこれって 0V 足す1なわけよ、こっちは。だからこの両辺が等しくなるためには0イコール A たす B、 1イコール α A 引く B とならないといけない。だから A たす B イコール0、 A 引く Bアルファ A 引く B イコール1となれ。それを解いてやると、アルファ分の1で割っといてね、プラスとかマイナスとかすればいいんじゃないかな。ごめん、ちょっとスピード速くなってきましたね。こう分母が二次式の時は必ずこういうノリでできるっていうか、分母がもし因数分解できるようなら必ずこれでいけます。なんていうの、二乗定式の解の公式使って汚くなってもいいから因数分解できたらこれでいけます。だけど例えば因数分解しようと思った時に虚数が出てきちゃうような場合、つまり因数分解する時にさ、二次式だから二乗定式解いて根を持ってきてっていうか、根が α でやってるわけじゃん。で、アルファが不足になるような場合もあるよね。典型的には V2 乗足す12乗みたいな場合、こういう時って因数分解すると V たす I、V マイナス I となるわけだけど、そうするとこれ積分すると6括弧 V たす I とか6括弧 V マイナス I とかなって、ログの中に虚数が入ってくるわけね。それは実は正しいんですけど、まだみんなそれはできないからそっち方向に行くと間違える。のでこういうふうに因数分解できないときっていうのは V イコールタンジェント θ 直径っていう別の定石がある。因数分解できたら分母する。そうじゃないときっていうのは結局こう必ずこういう形だから、ハーフタンジェント積分、そういう定石が、これはヨガ。じゃあこれをやってみると結局 α イコール 2α 分の1イコールマイナス β、 こういうふうに解ける。だから左辺は結局
なって、これは2α 分の1のログの、ごめん間違えました、ここマイナスですね。マイナスのログは分母にするから計算してきて疲れるわけですけれども、もうちょっといくと、ここ消しますけどいいですかね。これ今日の一番大事なアイデアなんですけど、この C にしておいてプラスマイナス
スエクスポーネンシャル C と答えても何も間違いじゃないです。なんかちょっと美しくないだけです、それは。で、このベータを元に戻すと、あ、まあ戻さなくてもいいか。そうすると、これは V 引くアルファイコール C プライムエクスポーネンシャル M 分の2アルファベータ T の括弧 V 足すアルファ。で、これを、まあ、V を今求めたいので V について解くと、これ一次式だよね、所詮 V についてね。 V 引くアルファ、なんたら V 足すなんたらだから、一次式イコール一次方程式だから V について解けて、 VT イコール、ちょっと複雑な式なんだけどこうなります。マイナスアルファかける、ちょっとここだから少し略っていうか、やればできるよっていうことなんだけど、略で1引くな、これはまた別の特別式かな。こんな風になる。まあちょっと途中略しちゃうとね、もう言えなくなって申し訳ないんだけど、こうなります。で、初期条件として時刻ゼロで微分がゼロでありなさいっていうのがあったから、まあそこからシープ。C は決まるんですけれども、それよりは、ちょっと準備が良くなった。この C プライム、これ実はここ C 分の、条件を使おうとすると、まあ、ここでやったらよくって、ここで t イコール0を代入してみると、マイナス1イコール、ここが1になって c プライムとなるから、C プライムイコールマイナス1っていうのがまあ分かるわけ。いいかな。この式で t イコール0を代入すると v は0になるから、ここはアルファ分のマイナスアルファ。だから左辺はマイナス1。t イコール0を代入するとエクスポーネンシャル0だから1で c プライム。だから c プライムイコールマイナス1。これをグラフで書くとこんな感じになります。時刻0には V は0だった。
t が大きくなった時にはマイナスアルファに近づく。だからこういうグラフになっている。時刻0では速度0だっていうのは分かってて、初期条件として使ったからそうなってるはずで、 t が大きくなった時はこのエクスポネンシャルがどんどんちっちゃくなっていくわけだから、極限を考えると、つまりこういうのを考えてるわけね。そうするとこっちで考えると、このエクスポネンシャルのところがどっちも0に行くから、エクスポネンシャルマイナスなんとか t だからさ、 t が大きくなってこれ0に行くじゃん。だからここだけが残ってマイナスアルファとなる。これはアルファの定義を思い出すと、アルファの定義を思い出すとルートベータ分の m g、 その値に速度は近づいている。これはあのスカイダイバーの話もしたわけですけど、十分上の方から落ちて落として、で2乗の空気抵抗の力を受けて十分時間がかかって演技とかできる状態になると、速度はこれに近づいてるわけ。これのことをこういうふうに t を無限大にした時の速度のことを終端速度と言っています。でこれをもう一回積分するとも Z が求まるんだけど、ちょっと今日はそこまではやらないということで、
例えばこの物理数学の内容とかね、微積分の内容、例えば偏微分しなさいとかね、それから線形代数でもう出てきたかな、固有値固有ベクトルを求めなさいって出てきました。そういうのじゃない。行列式を計算しろとか出てきます。はい、行列式を計算しろ、そんなのが1級出てきます。だから1年生終わったら1級を取ったらいいと思うんですけどね。で、1級の問題っていうのはなんか大学院とかに行こうと思った時の入試問題のレベルとほぼ等しいので、その他の受験勉強にもなる。で、これは選挙でも申し込めるんですが、ここを通して申し込んでもらうと500円安くなる。上に、その彦根の会場まで行かなくていいっていう、まあ、すいません、京都にもあるんですけどね、京都や彦根の会場まで行かなくていい。プラス、もう大安売り。過去問売ってるんですけど、過去問1回分プレゼント。なので、ぜひやってください。締め切りが、申し込み締め切り11月9日になってるんで、ぜひ申し込みましょう。それ直前にまた勉強会とかもやるんで、ぜひ。
書いてくれたら、なんか僕反応して、その、なんかウェブで解説するか次回やるかわかんないですけど、言うんで、ぜひ書いてください。あの、ここはその、印刷したやつが、紙に書いてある QR コードからいけると思うんで、くださいね。それから、ついでに言っておくと、そのうちプチテストを返却するわけですけれども、その成績っていうのは、ここの中の成績情報、あ、これちゃんといけるかな。成績情報は、あの e ラーニングシステムっていうところに入力するので、それを見てもらうようになります。そこに入力した内容は、あの龍谷大学のメールで来るので、みんなメールを読めるようにしておきましょう。あの龍谷大学のトップページに新しいメールの読み方みたいなところがあるので、それをちょっと、確認しておいて、そのページにちょっと、すいません、そのページがちょっと今見せられないんですけど、e-learningのページっていうのがあります、それを言いたかったわけですけれども、番の都合でここは使わないで先に行きますね。終端速度の範囲の求め方なんですが、終端速度っていうのは、
これ V 無限大の2乗は MG 割る A。で、今落下してるから V インフィニティはマイナスかなとかと思うと、こうなるわけ。だから、ここで黒板を5枚使って求めた、この行く先のこの点々の全近線のマイナスアルファっていう値、マイナスアルファっていうのはこれなわけだけど、その値が黒板2分の1ぐらいでも求まるっていうのが言いたいわけです。これ途中がどうなってるかは分かんないですよ。これがこうなってるのか、こうなってるのか、こうなってるのか、そういうことはあの計算じゃ分かんないですよ。だけど最後行く先がどこかっていうことだけは、このやり方でいけるわけ。つまり終端速度を求めなさい、だけでいいから求めなさいって言われたときには、やることは簡単で、運動方程式の両辺で t が無限大の極限を取ったら、そうすると加速度は0っていうのをどうしてもなるから、そうすると結局力イコール0っていう式が出てくるわけです。この式っていうのは0イコール力っていう式なわけです。まあ、そう思うと意味もよくわかるよね。終端速度になった時にはもうそこから動かないんだから、空気抵抗の力と重力の力は釣り合ってなきゃいけない。で合計したらゼロになってなきゃいけない。その条件がここに書いてある。力イコールゼロ、その力の大きさが V から決まってるから、 V に対する条件を与えてそこから V がわかる。それがこのやり方。だからこの終端速度っていうのは別の言い方をすると、こうここから落とすとだんだんゆっくりになっていって、だんだん速くなっていって終端速度に近づくんだけど、なんかすごいうまく調節して、僕がある速さでこれを下にこうやって静かに投げたら、ちょうどその速さだと空気抵抗の力と重力が釣り合って、その速さのまま等速直線運動をしたりすることがあり得る。その速さが終端速度、そこに置いたらもう動かないです。その速度に設定したら速度が変化しないように、それで終端速度。で、さっきも言ったんだけど、これはなんかマニアックな裏口入学のように見えるけど、実はあの、2年生の人は多分すごい分かると思うんですけど、あの2年生の数理モデルで平行点っていう概念があるんだよね。そこにいたらなんか値が動かなくなるっていうような、微分方程式の値が動かなくなる。これ要するに、すみません、ね、2年生だけです、分からん、失礼しました。これ要するに、この運動方程式の、平行点を探した、その平行点が終端速度になっているっていう話なの。それは多分来年1年生のみんなはやるはずです。じゃあここでまだ10枚しか使ってないよね。午前中なんかは情報メディア学科の授業で黒板14枚使ったらなんか早すぎるんですし、なんかいきなり携帯で叱られたので、ちょっとその反動がこっちのクラスで出てるんですけども、例題クイズに出そうかな。と言いながら今やってしまうと新たな問題が作れなそうな気もちょっとする。空気抵抗の、あ違うな、速度の速さの一乗に比例する空気抵抗、つまり先週やったような話よね、これはね、一番単純な場合で、の元での落下
あ、Z 軸上向きとか決めようか。 Z 軸じゃあ下向きにしてみよう。で、シュートの速度を求めなさい。安易に求めなさい。先週も黒板6枚は使わなかったけど4枚ぐらい使って、この時の運動方程式を解いて、解いたらエクスポネーションになったんだよね。で、シュートの速度こうなるねみたいなのをやったんだけど、それをまあこのくらいのスペースでできるようにみんななったから、それならクイズに出してもいいだろうっていう悪い考えを起こしたんですけども、この回答はどんな感じになるかっていうと、まあ運動方程式ぐらいは書かなきゃいけないんでね。この運動方程式、まあプチテストに出たようなやつなんだけど、みんな符号正しく書けるかな。ちょっと考えてみて。下向きに Z 軸の正の向きをとって、重力と位置上に比例する空気抵抗の力。座標が下向きで重力も下向きだから、同じ向きだから、ここはプラス mg となるわけね。それから空気抵抗の力は、空気抵抗の力は今日一番最初に、あんま公式って言い方ついてないんだけど、大きさ×向きでやったらいつでも正しい式を出したじゃんね、 L 乗で。それを使ってやると、大きさは dzdt の1乗、向きはいつでも速度の逆だからマイナス dzdt。 さっきはプライムで書いてたんですけど、こうなるわけ。さっきも一回書いた、一乗の軌道が。だからこの場合は、まあ、ここがこう約分できて、で V で書き直すと dv dt イコール g プラス引く m 分のベータ。ベータを忘れましたね。 m 分のベータかける引く、ね、ここのとこなんですけど、これだけが残ってるからこれが出てきて V、 こうなるわけね。で、これが時刻無限大になったとしたら、まあ、ちょっとこんなちょっと行儀良くない書き方をしてしまいますけど、 t が無限大になったとしたら、これは0になるから、これの値が分かるわけ。 v、 まあこれはちょっとこれの略記ですけど、これイコール0を解いてやると mg が OK。だから終端速度はこれだっていう。で、この時は、符号もちゃんと意味があって、プラスベータの mg にはなったじゃん。それは今 z 軸の向きを下向きに取ったから、ほっとくと最後は下向きの速度でなんか一定になるわけだよね。だからちゃんとプラス。さっきはちょっと2乗しか分かんなかったから、後で意味を考えて符号をつけたんですけど、自分でこう平方根を取って選択を求められた時とかじゃなかったら、ちゃんと符号まで出るわけね。で、前々回のノート、あ、ですね、前回のノートを見てもらったら、確かにこの場合の運動方程式を解くと終端速度がこれになったっていうのを多分書いてあります。
これクイズに出る問題なんですけど、どうすかね、クイズ出たらいけそう。どの辺が一番ピンチそうですかね。運動方程式を書くところと求めるところと、あ、その、空気抵抗の力の式を書くところがちょっと意味が納得した。ちょっとあんまり納得いかない。あ、わかります。それは今日一番紛らわしいところだと思うんだよね。ここのこれが書けるかっていうことね。まあさっき言ったのも繰り返しになっちゃったけど、これは大きさを表してて、力の大きさを表してて、こっちは向きでプラスマイナス1を表してるんだよね。大きさは問題そのものだから比例定数ベータで1乗に比例するから、これで向きのところは速度の逆符号になってるわけだね。この絶対数のところが正だからさ、だから向きは速度と逆になるようになってて、でこっちの大きさに影響を与えないようにこれと同じ大きさの正の数で割ってあるわけよ。だからここはプラスマイナス1のどっちかにしかならないから、こっちの大きさのところに影響を与えないわけだから、こっちの向きの方は大きさに影響を与えないし、大きさの方は必ず正だから向きに影響を与えないように作ってあるわけよ。そういうふうにちょっと意味を考えて覚えてもらったらいいんじゃないかな。こういうのは割によくあるんだよね。例えば来年になると電磁気学とかあるけど、電磁気学の電波を書く式とかの時にもこういうような考え方ができるかな。で、こうでしょ。で、クイズでは Z 軸が下向きとか一乗に比例とか、そういうところはそのままでにはなりませんからね。だけどやり方的にはこういう考え方でいうように終端速度を求めなさいっていう問題なので、 t が無限大で運動方程式の両辺が0になる、そのことを使うと v が求まるっていうということだね。さっきも言ったんだけど、これは数理モデルで出てくる数理モデル基礎っていう科目が大事なんだけど、で出てくる微分方程式の平行点っていうのはその辺りにいたらもうそのまま動かないやつっていうことだね。つまりね、ここのグラフでさ、これ初期条件を変えたら、例えばこのグラフでこう下に思いっきり投げたとしたらどうなるかっていうとね、大体想像つくわけ。最初の速度がマイナスでちょっとあるわけで、それがどうなっていくかっていうと、この終端速度の式には初期条件に入ってるようなのが出てこないから、他の速度で投げてもこうなっていくわけよ。あるいはちょっと上に投げ上げてもまた落ちてきて最後はここに行くわけっていうふうに、いろんな初期条件から始めてみても必ずこう行くわけ。あるいはもっと、あ、ごめん、僕ちょっと今少し間違えたんですかね。すごい速く投げ落としたとしてもこう行くわけで、この辺りに使う。で、すごいその腕のいい人の投げ方として最初からぴったり終端速度で投げるっていう方法があるわけ、した方法。そうするとそれはいつまでも同じ速度で、具体的には高速直線運動になるわけなんだけど、それでも今度筋肉番付とかでやってほしいなと思ってるんですけど、そういうふうに時間一定の回が出てくるように、時間一定の回のことを、まあ、平行